お疲れ様でーす。ひろシさんいらっしゃい。自由人さん、きんぴちゃんいらっしゃい。ひろしさん、ペカチューさんいらっしゃい。ダイヤさん、やらかしやろうさん、ヨッピーさんいらっしゃい。待ってたありがとうちょっと待ってね。配信棒。配信棒。松本さんいらっしゃい。いやーすいません、お騒がせしました、リスナーさん。 お騒がせしました本当に本当にお騒がせしたありがとう、うん、ドル円もなんとかトルコ円もロスカットされてないですねちょっと天候すいませんウータンアタシャンさんマサさんトムさんいらっしゃいピーちゃんメンデレさんベリーさんいらっしゃいあのねちょっと喜べません もう、昼ね。とりあえず説明しますね。イルカさんいらっしゃい。ちょっとま、説明しますね。いや、厳密に言ったら番じゃないんじゃないわかんないけど。ビビアンさん、ソラさんいらっしゃい。カイドウさんいらっしゃい。あのね、説明しますね。とりあえず、えっ、ー、と、昨日。あ、くワちゃんありがとうね。 ツイッターもいいねと返信ありがとう。返信しときましたんでまた見てくださいね。いやーあのねー。田中さんありがとう。いらっしゃい。いや、川上の件も言うよ。絶対許さないから。あの虚言女。ぶち切れてるから。ミッツマングローブさんいらっしゃい。 それもちょっと全部話しますんで、とりあえず10分まで待ってくださいね。10分まで。田中さんいらっしゃい。潰して。いや、とりあえずね、リスナーさん、パチオジはどうなったの今仕事から帰ってきたんですけど、パチオジのカードって何ですかパチオジ、パチオジって今日誰もパチオジの家行ってないですか なんか仕事の休憩中、せいじさんの配信覗いたら、せいじさんはなんか東京行くかなんか、114号ブロックで、いりません。カードを不正作成。あれだからいたずらでしょせいじさんもひどくないせいじさん俺がさ、間取り持ってあげてさ、俺がさ、あの、川上の話もうちょっと後でするから、今ちょっと待ってね。コメントちょっと読めなくなるから。 ちょっと話すことがちょっと多すぎるよ。一日しか配信して、できなかったんでね、一、ね、日しか配信してないのに、積もる話がめちゃくちゃあるよ。まあ、それだけ昨日の内容がちょっと濃かったんですけどね。いや、いじさんちょっとひどいよ、マジで。俺、わかるでしょ、いじさんと何回も喧嘩してるのが。ちょっと説明するね、ちょっと1から。まあ、今の話は、パチオジあれ、リスナーさん。 パチオジがね、あの、業者からすごい電話かかってくるようになったんだよ。あれ、誰なのパチオジの番号をばらしたやつ。エルさんいらっしゃい。パチオジの番号がまずばれました。本題入る前に。何の業者クレジット会社の会社とか営業の電話がかかってくるんだって。あの、俺はばらしたことあるよ。 俺はバラしたことあるけど、もう、あの3000円払って電話番号変えてあげたから。お前だって、違う、俺は過去に3年ぐらい前にパチオジの電話番号バラしたよ、配信で。映っちゃって。でも、その後パチオジに電話番号、ドコモショップ行って電話番号変えてあげたよ。それが今の番号だから。やってるって俺はちゃんとその後のアフターフォローしてるじゃん。誰なの 部長山田山田さんが晒したのひどくないで、なんか山田さんが晒してね、俺、すごい営業の電話かかってくるじゃん。俺、めちゃくちゃ営業の電話かかってくるじゃん。こんな感じで。これ。例えばこんな感じ。なんかメッセージ来るあなたが応募したライフ、西天ジャへのメッセージが届いてますって。勝手にライフの、 西天ヶ谷茶屋店にバイトの募集かけられるんだよ。俺になりすまして。で、俺の携帯のメールに、こんなメールが、1日に、20通ぐらい来るから。あとあれ、あなたが応募した、堺 LC のメッセージが、URL に届いてますって。何堺 LC メッセージ。こんなのが、ひっきりなしに来るからね。いや、犯罪なんだけど、捕まらないんだよ。で、これは、俺電話番号バレてるんだよ。 俺電話番号バレてるから、俺になりすましたやつが、俺の電話番号を使って、アルバイト募集してるんだよ。で、それに、似たようなことを、パチオジの電話番号をあの、なんか、漏れちゃって生放送で。それをし、パチオジの電話番号を入手したやつが、パチオジになりすまして、登録してるの。で、それを俺の名前で登録して、したやつがいて、聖事さんが、火薬が、パチオジに、 のクレジットカード勝手に使って不正しようとしてるって、あの、パチオジに吹き込んでたからね、昨日。お前やばくない俺ね、もういじさんね、もうほんと信じれないんだよ。だから毎回言ってるでしょいっつもこうやってなんかいじ、いじめし、いじめてきたりなんかすぐに手のひら返ししたりするって。わか,かるでしょ俺がいじさんなんかすぐ喧嘩になるの。いや、いじさん、お前昨日ひどいよ。 まあ俺正直、あの、しん、ね A 版になったのを、ね心配してくれて、そういうのは嬉しかったけどね。正直もうちょっといじさんと、これからちょっと配信はあんまりちょっとあんまりやりたくないよ。あんなこと機能されたら。で、パチオジはちょっと理解してなくて怒ってなかったから、まだ良かったけどね。 いや、絡むなって、だって、昨日のはひどくない俺がさ、いなかったら、言い方悪いけど、俺がいなかったら、いじさん普通になん何、の取れたかもなく、あの、神戸に帰ってたわけでしょで、俺がさ、あれ、ふわっち A 番、ふわっち番になって A 番かもしれないさ、精神状態の中さ、わざわざさ、外部つけてさ、収益規制されてる、収益規制されてるさ、 外部でさ、配信つけてさ、間取り持って、ねやったのに、あれはないわ、ほんまに。だから、俺ね、いじさんにた、多分んね、細かにされてるんだと思うよ。まあ、何やっても、まあこれはまあ事実だから仕方ないけどね、いじさんの方がまあ大手だし、知名度もあるし、あの、アイテムも多いし、面白いしね。まあ、競馬、ギャンブル配信だったら俺の方が絶対面白いけど、通常配信だったらそれはいじさんの方が 俺、シーさんに勝てるとこって言ったら、まあ、ギャンブル配信ぐらいしかないからね。それはわかるけど、それはちょっとでも上からすぎないなんかクレジットカードを作、なんかパチオジの、なんかクレジットカード不正に作ってパチオジの、なんか金使い込もうとしてるってさ、吹き込んでさ。そう、それね、134号さん、それで、あのー、ムロヒとかね、 これよくわかんないんだよ。ムロヒとか天然さんとか、基調とかはね、こういうことしないんだよ。だ俺、俺の場合だけなんかめっちゃいじられるんだよ。いや、俺だけだよ、168号さん。いや、それだったら、せいさん今から俺パチオジに電話して吹き込んでやろうか同じように。同じように吹き込んでやろうか トシちン、ん、セイジさんが、何度でも言えるじゃん。トシちン、ん、セイジさんが、また、ね、パチオジなんか金返せって言おうって今か吹き込んでやろうか、じゃあ。俺はそんなん一切してないじゃん。そういうのしてさ、やられるんだったらわかるけどさ。俺、それ知らないんだよ。天然さんもなんか、やられたって、あの、ニュースで見たけど、つい、つい、つい、あの、ふわっち視員の人のニュース。それよくわかんない。なんか、アテンドの話でしょ。それちょっと俺、よくわかんないんだけど。 いじさんはもう昨日の件はほんと謝ってよ、マジで。まあわかるけどね、俺いじったらいいぞ、もっとやれっていうコメントの流れ、俺嫌われてるから、俺いじって、いじめみたいな感じにしたらもっとやれとかなる流れはわかるけどね。それでも俺昨日さ、間入って、間に入ってあげてる人にやることじゃないでしょ、本当 だから正直せいじさんと昨日でまた仲良くしようと思ってたけど、ちょっとまた信用できませんね。まあ、喧嘩はしないけど、こっちもま、言わせてもらうよ。喧嘩はしませんけど、まあ、ちょっともうコラボはもういいですかね。まあ、普通に会いますけど、来たら会いますけど、ちょっともう信用できないですね、ほんまに。バンの、バンの話。 じゃあ、本題入りますね。本題っていうか、あの、サブ、サブ本題。いや、合うよ。喧嘩はだってしてないもん。それ、ぶち切れることはされてないから、別に。アイテムすごい、ありがとうございます。バンから復帰したんですけどね、24円ですね。ありがとうございます。爆投げ、ありがとうございます。あ、パチオジの電話の件、で、あれ、パチオジの電話番号変えてあげようかな。 うん、ただねパ、パチオジの電話番号変えんのに3000円ぐらいかかるんだよ。それぐらいは別に払ってあげてもいいんだけど、あの、ドコモショップが遠いんだよ。隣町まで行かないとドコモショップないんだよ、うん。お金あるでしょ。いや、お金かかるんだったら変えないでしょ。払ってあげるって言ってあげないと。え、部長山田さんが晒したって本当なの番号 パチオジの番号。それだったら部長山田さんが払うべきじゃない誰なの本当に晒した人間誰なの最近の話なんだよ。パチオジの家の営業電話がかかってくるんで、ここ 1, 1ヶ月ぐらいの話なんだよ。それまでは一切なかったんだよ。誰なの本当に。だ最近番号晒したやつだよ。だから。そんなことをする。いや、意図的に晒したわけじゃないと思うよ。 映ったとかだと思うよ。山田さんがもしさらし、さらしてたとしても意図的にはさらしてないと思うよ。そんな話はしてないよ、別に。11月ぐらいから電話増えてたんだ。じゃあ俺は絶対関係ないよ。俺とか天然さんは全く関係ないよ。だ、11月の話だったら。あの、やめてあげてくださいね。結局、いたずらしても電話番号なんかすぐ変えれるんで、もうやめてあげてくださいね。いろんな電話すごいかかってきてさ。 しかも、パチオジの場合は、もう天然だから、全部出るから。かわいそうじゃん。全部出てるんだよ、電話。もしもし、どちらさんですかって言って。なんで僕の電話番号知ってるのって言って。かわいそうだろ、さすがに。俺だったらまだね、もう、あれ、登録してる番号しかかからないようにしてるからね。別にメッセージは勝手に来るけど、通知入れてないからほっといたらいいだけの話だから。まあ、ひどいね。 誰だよ、晒したやつ。電話番号だから変えてあげたいけどね。ただね、ドコモショップが遠いから、電話番号変えるお金と、ドコモショップ連れて行くのは連れて行ってあげるんだけど、俺が。来ないからね、遠いから。近所にドコモショップあったんだけど、パチオジがよく怒鳴り込んでいたドコモショップもう潰れちゃったから、変えてやれって、パチオジが来ないもん。パチオジの電話番号だけ持って、委任状も,もらったらいけるの。電話番号。 っていうか、なんで俺がそこまでしないといけんって話だけど。あ、ネットでできるんだ。一回やってみるパチオジでも番号4桁の暗証番号とかわかるまあ、一回や、やってみるか。俺の家で。そしたら、あの、ちょっとサブタイトル、サブ、ちょっと今日はもうすぐ終わりますね。もう明日も仕事で、もうちょっと疲れたんで、本当と。とりあえず、サブタイトル入ります。あのー、番でした。 ありがとう、はやぶささん、いらっしゃい。あのね、昨日、晩になりました。はい。昨日、パチオジが、あの、暴、暴行振るわれたじゃん。パチオジが、えっ、ー、と、日曜、土曜日の明け方日曜日の明け方か。日曜、先週の日曜日の明け方に、明け方に、暴力振るわれて、で、家帰ったじゃん。で、俺が、 パチオジ暴力振るわれたら、から怒って朝の8時に枠取ってパチオジの家へ向かったんだよ。で、その時に謎番食らいました。謎番。で、で、番、い、今まで番になったら、番になったらアカウント停止しましたって来るんだけど、それが来なかったんだよ。これしか来なかったんだよ。これ。この、 配信落とされるだけね。配信落とされるだけの文言しか来なかったから、これって金梅さんと一緒の症状なんだよ。この場合は配信落とされてアカウント停止されてない文言なんだけど。で、これ以上何も来なかったから A 級版の可能性があると思ってね。で、怯えながらね、今日朝、怯えながら、あの、今日朝10時、 あの、10時にふわっちからメール来るから、ずっとメール待ってたんだよ。で、俺、お昼休みになって、12時にメール開いたんだよ。メール来てませんでした。だからもう A 番覚悟したんだよ。で、な、結局、運営からメール来なかったから、朝、あの、ふわっちの運営って朝の、月曜日の朝の10時からオープンしてるから、もう2時間経ってメール来なかったから、よっさん、よっさんにはメール来てるんだよ。 よっさんにはメール来てて、俺に来てないから、もう、A 番かなって思って、十二時、えっと、お昼休みの12時半ぐらいに、あ、1時ぐらいかな。1時ぐらいに、クワッチなんかポンって押したら、ログインできたんだよ。で、結局運営からは何の返,返事もない。で、結局運営からメール返信来ずに、これだけ来た。これ、これだけ。メールの返信は一切来てない。 昨日運営に送ったけど。で、1時13分に、これ、これだけ来た。誹謗中傷はおやめくださいって。今後の同様の声が続く場合はアカウント停止させていただきます。これだけ来た。だから厳密に言ったら番になってないんじゃないわかんないけど。番になってない。で、リスナーさん。 あの、こっからね、こっからが問題なんだけど、カーカミいるじゃん。カーカミ。あいつマジで舐めてるよ。あいつ。あいつから、ちゃんと、あいつどこいるのお前直接会ってやるわ。おい。お前直接会ってやるから、おい。お前泣かしてやろうか、こいつ。マジで。俺ライラ泣かしてるからね。手は出さないよ。女になんか手出さないもん。どっかの誰かさんと違ってね。 どっかの誰かさんと違って子供とか女とかには手出さないんで僕。勘弁してくれよ。うん。口喧嘩で泣かしてやるから。ねえ、マジでそれぐらい舐めてるよ。とりあえず LINE かけてみる。川上の LINE 知ってたかな俺。舐めやがってよ。絶対あれ、この件終わらせないからね俺。ふざけやがって。全部説明するわ。とりあえず説明からしよっか。 で、俺が晩になった後に、川上が枠取ったんだよ、昨日。俺が8時に、えっ、ー、と、9時頃に晩になって、9時頃に晩になったんだよ、昨日の、昨日の朝のね。そしたら、あいつなんか便乗して、ね、なんか俺の晩についての、け俺の番についての解説を自分の枠ふわっちで取って、俺まあそれ見てたんだよ。そしたら、とんでもないこと言ってたよ、こいつ。 火薬さんをバンにさせたのは、バンになった原因を知ってますって言ったんだよ。で、で、火薬さんを A バンにするかしないかは私が決めれますって言ってたから。これ俺生放送で見てたから。別のブラウザー出して。うん、お前ふわっちバンでなんで見れんのって普通にパソコンの別ブラウザーで Firefox 出して、俺見てたから間違いないよ。で、川上さん あなた、俺昨日、お前がそういう枠取っても、俺謝ってないけど。お前に対して。なあ。いや、もういい話じゃないんだよ。A 番にしてみろよ。お前さ、俺のことを A 番にできるかどうか、お前が決めれるって言ったよな、カーカー見てめ、ね、お前逃げんなよ、この剣からよ。お前直接会ってやるから。お前パチオジの家来いよ。なあ。今から会ってやるよ、お前逃げんなよ。 この件ほんま、お前上目にさせないからな。この野郎ほんと。舐めたことしやがってよ。ふかし野郎。いや、番になっていいよ。堀川くん、ありがとう。<laughs> で、説明しますね。ちょっと、冷静になります。いやいや、脅迫ってどっちが脅迫してるんだよ。な脅迫された側なんだろ、俺。ねえ。脅迫された側だろ。 脅迫された側だろそれに対して俺言い返してんのなんで誹謗中傷とか脅迫になるんだよで、あいつは昨日枠自枠取って自分の発言に責任持てよ、川上。バン川上。な昨日面白いあだ名つけられてたな政治さんの枠で。バン川上っていうあだ名。ねリスナーさん、バンを操れるらしいよ、彼女は。クワッチ配信者の、 ね、き自分が気に食わない人間いたら、番を操れるらしいよ。で、ちなみに、昨日言ってたけど、ヨッサン、ヨッサンも謎の番にね、ね、1ヶ月ぐらい前になったのも、川上がやったって自白してたから、昨日。で、頭ちょっと、あれ、おつむが足りないのかな、君。そういうことを言ったら、自分にヘイト向ける、向いてくるっていうのが分かんないのかな。なんか、閲覧が多かったから、よ、 なんか気分揚々で言っちゃったのかななんであんなこと自分で言ったんだろうね川上が自分で言ってたことだよ、これ。ヨッサンの、ヨッサンがなんか謎にバンになった時あったじゃん。ヨッサンのツイッター振り返ってもらったら何月何日か分かると思うけど。俺はそこまで今調べてないから分かんないけど。ヨッサンをバンにさせたのも川上って自分で言ってたよ。怖ー怖ー今川上出てんのかな これ、川上に見られてたら、ね、怖いよーバンになっちゃうよヒュー,いやーまあ、バンになってもいいけどね。俺、YouTube とかツイキャスでできるんで。俺、面白いんで。うん。川上さん。で、俺、昨日、こっから続きね。まだ終わんないよ。こっから続きね。バン、川上さん。こっからが本題なんだよ、君。で、こっから続きね。俺、昨日、で、 カ上カミが火薬さんの番になった原因知ってます。それは言えないですけどって言って。で、火薬さんを永久番にさせるかさせれないかを私が決めれますって言った。はっきり言ってるんだよ、これ。これちなみに YouTube の動画上がってるんですかバンカーカミの動画、昨日の朝方の。お前逃げんなよ。お前昨日あの動画は番になってないんだから録画公開しろよ。お前自分の発言に責任持てよ。なあ。 自分の発言に責任持てよ。自分の枠取って自分で堂々と顔は出してなかったけど、ラジオ配信で言ってたよな、お前。ねえ、動画は上がってるの昨日。上がってないんだったらさ、君、動画公開しないよ。ねえ、自分の発言に責任持とうね。リスナーさん、それ聞きたいよね。ねえ、まさか逃げないよね。 俺に対して脅迫じみたことを言った枠を公開できないとかはないよね。川上ちゃん。ねえ、枠取りなよ。ねえ、どうせお前の囲いが今ツイッターで火薬が川上のことを誹謗中傷してるぞとか DM 来てるんだろ、どうせ。しょうもない囲いから。ねえ、お前今見てんの枠取れよ。なあ、LINE かけてこいよ、DM。ちょっとお前の LINE 探すのめんどくさいんだけど。 うん、パチオジの家来いよとりあえず。お前、直接会ってやるわ。な俺、脅迫されたからね。で、せ、あの、続き言いますね。続き。で、バン・カワカミはこう言いました。いや、煽るねって、俺、ブチギレてるもん。マジで。で、バン・カワカミはこう言いました。こっからだよ。こっから俺、ブチギレてるところ。あのね。バン・カワカミはこう言いました。火薬さんをバンにさせた原因知ってますって。 ね。自分はやってないらしいよ。自分は、自分がや、やったわけじゃない、ないんだけど、川上自身が俺を番にさせたわけじゃないんだけど、火薬さんが今回謎、謎番になった原因私は知ってますって言って。で、火薬さんが永久番に、ね、なるかならないかは私が決めれますって言ったんだよ。で、こっからね。こっから。で、俺昨日、その件に関して俺謝ってないんだけど、 川上ちゃんバン、川上ちゃん俺昨日その件に関してあなたに一切謝ってないよね。俺むしろ煽ったよね。リスナーさん。これ昨日俺のツイキャス配信1200人ぐらいいたよね。1400人。1400人ぐらいいた。聞いてる人います俺謝ってないよね。川上に対して。じゃあリスナーさん。なんで 俺、謝ってないのに、じゃあみんな、バワ川上の立場だったらね。じゃあみんながバワ川上の立場だったら、どうする私が、火薬さん私ねあれ、タバコ吸うじゃん。私あなたを永久万にさせるかさせないか、私のさじ加減一つなんですけどって言って。で、俺、謝らないんだよ。みんなだったらどうしますみんなだったら僕を永久万にしますかさせませんかどうします 謝ってないんだよ。むしろ煽ってるんだよ。やれるんだったらやってみろよって言って。ねえ。みんなが川上だったら同意します永久版にしますよね川上ちゃん版解除されたんだけど永久版にしてよ川上ちゃん、不可視なの君。自分の発言に責任持とうね。 ねえ、いい年こいたもう30近い大人なんだから。お前言ったよね永久版にするかさでし,しないかを私が決めれるって。版解除されたんだけど、1日も経たずに。ねえ、嘘なのそれとも俺のことが好きだから、ねえ、俺が謝らなくても、許してくれたのどっちなの ?3 パターンあるんだよ、リスナーさん。3パターンあります。 まず一つは、虚言だったっていう。私が、番を操れるんだよって言って。あなたたち、私はふわっち配信者のこと、ふわっ配信者の番を操れるんだよって。私に逆らったら、永久番にできるんだよみたいな発言だったじゃん、昨日の枠。リズナーさん。一つはそれね、本当に永久番、できるっていう発言をしたのが、虚言だった場合。これワンパターン。一つのパターンね。 で、もう二つ目が、ね、俺が、なんか謝っ、謝誤った謝ったのか分かんないけど、二つ目は、ね、あの、このまま、ええー、と、番にさせたら自分にヘイトが向くから、ありがとうございますありがとうございますクール4個。帰ってきました。すいません、お騒がせばっかして。もうほんと A 番で死ぬかと思いました。上からメールも返信来なかったんで、A 級番だと思って。 運営から返信来なかったら A 版なんですよ。金杯さんとか A, A 版配信者って返信来ないんですよ。だから返信来なかったんで A 版だと思って、昼、あの、昼、えっ、ー、と、昼休憩終わって諦めかけて、ふわっちボタン押したらログインできたんですよ。あ、じゃあ話に続きいきますね。で、二つ目が、昨日、川上が自分で、ね、いろいろ言っちゃったじゃん。自白して。俺だったらあんなこと言わないけどね。 川上が自分が、ね、ふわっち配信者を番にできる、ね、番にできるからくりを知ってるとか言って、よっさん、よっさんと火薬を番にさせたことを知ってるって言って。で、それプラス A 番にできるとかなんか自分で自白してたじゃん。で、それによってヘイトが向いたよね。普通言わないよね。ヘイト向くってわからないの。で、それによってヘイトが向くから火薬さんを A 級番にしたらかわいそうだから、 謝ってないけど A 級版にしなかったっていうパターン。これ二つ目ね。で、三つ目が、俺のことが好きで、ね。俺が謝ってないんだけど、さすがに A 版は可哀想だから A 版にしなかったっていうパターン。どれなのバン・カワカミさんどれなの三つのうち真実は一つしかないんだよリスナーさん、どれなんですかねこれ。どれだと思う これはね、リスナーさん、うやむやにしていいんですかこれ、テロ行為だよ。